名古屋市遠藤寺商店街の入り口にあります、水戸黄門の像ですね。ここ の, 4箇所にですね、4.2、織田信長、徳川家康、豊臣秀吉とあるんですけども、まあこちらの水戸黄門の像ですね、建てた方の、まあ、本当は3人だったらしいんですけど、なんか後から、足したというか、誰にしようということで水戸黄門になったみたいですよね。商店街の真ん中なんで、車の非常に多い場所になります。はい、遠藤寺商店街入り口交差点の水戸黄門の像でした。